インターネットをご覧の皆様、こんにちは。おっさんですが、ヤングです。今日もネチケットに気をつけて頑張ります。はい。ね。気が進まないことこの上ないんですけど、今日何やるんですか？見てたと。え？いや、分かってますよ。裏、ワイドショーは分かってる。だから寝たい。この前のコンサルのもきつかった。パチ&スローライター、テーテーテッテレーテーテレ。それ僕の見解ってことですか？そうですね、まあ、何やろうな、あれやっぱイベントがなくなってからだよね。そのあとやっぱウイチや。いや、じゃあウイチは何も悪くないよ。ウイチはもうだって面白いものにその入れ込む出ただけだから、それがたまたま仕事になってその仕事を広げていって今すごいんでしょ。でそれはウイチがただすごいだけど、違う、分かった、ちょっと待って、あのね、この話を語るにはやっぱ僕一人ではねちょっとあれなんでね、今急に思いついたんですけど、うってつけの方がいらっしゃるんでね、その方と一緒にこの問題を語り合ってみたいと思います。今回のスペシャルゲスト、大崎一万発先生でございます。ゲームやってるところ、まだやってんの国取りじゃん。違うんですよ、大崎さん、まあ、今日これから収録なんですけど、ちょっと早く入っていただいたが、まあ、運の尽きと思っていただいて、俺と一緒にオートに行ったライターの悪口、違う、その状況を我々の見解を、ね、女子ライターあれボートのあの選手と結婚したくてしょうがないみたいな話をヤングさんが言ってたっていう。なるほど、ちょっとお前毎度のその古典的やり口やめろ、なんかわからんけど、あの本当お前が思ってることを言ってねってヤングさん言ってましたけどっていうのやめなさい、本当にふんわり丸く収まる。違う、俺が収まらないんだよな。収まらないから言ってんです。でもやっぱボート増えたじゃないですか。増えたし儲かってんだよマジでよ、うん、だから通訳わずだったライターの某ライターの人が、え、大崎さんから言った話やで。だろあれ、うん、20万円か行きません、うん、だどうなってんだわ。そんななんですか。いや本当に本当に月400とか言ってたけど、そうそう、ガチなんや。いやもうもうだいぶバブって生活一変しますよみたいな、持ってるもの買ってますよみたいになってたよ。これライターの名前消せよお前、ちょっと問題あるんだ。じゃあ言うなよ。そう、ボート行った人って、まあ、全員が全員とは限らないですけど、そこそこバブっておられるじゃないですか。バブっておられます。でね、うん、ここにいる我々2人ですよ、うん、生地ちょっとカッコつけちゃって、うん、なんかパチンコにミサオを立てるとかさ、やっぱこの業界の行く末を最後まで見届けるとか言いましたけど、やっぱ、まあ、結論から言ってですよ、大崎さん、完全に乗りはぐったよ。うかつなんか、偉そうなこと言ってたばっかり。いや、ほんとほんと、そうそう、今更、そうあれしくったな、何でもやりますよみたいにやってあげたら、ほんと、あ、行きます、あ、江戸川行きますみたいなさ、なあ、ほんと、会社もこんなことになってなかったかもわからんそうですよね。いけいけ、もう愚痴が止まらないようになるな。まあ言うてね、ただまあ、うん、じゃないですか我々が、うん、いやそうなの、だからそう我々が行かなかったのよ、まあ一応理由があって、うん、普段からそれやってないから、そうだから趣味でね、そうそう、公営の競馬なりなんなりをやってたら、うん、それはちょっと面白そうってなってほしいんだけど、これがね面白いこと、俺も大崎さんも公営一切やらないんでね、なんないですよ、ギャンブル嫌いだから基本で。いやいや本当に違う違う、だけど、うん、俺が言いたいのは、うん、でも麻雀は僕好きだから、うん、もう大崎さんだってそうだけど、だから麻雀の仕事来たら受けるじゃん、受けます、受けます、遊戯ですからね、うん、本当だからそういうのはやれるんですけど、だからそこは運がなかったというか一つ、いやかなり今回、いやいやもういや本当どんよりが止まらんようになるけど。違うの違うの、一個状況的なことを考えたら、一個コロナっていうことがあったじゃないですか、はい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 、で綱犬か、うん、そんなあの城に行って買えないってなった時に、うん、インターネットで買えるようになったっていうのがボートは多分大きくて、
それが一つでかくて売り上げが伸びてて上り調子なんですよ、ボートは。まあ、競輪とか競馬もそうですよ。そうそうそう、やっぱりもうネット投票ができるようになってから、そうそう、調子がちょっとの合間でね、うんうんうん、お金のやり取りできてそうそうみたいなのができるっていう、ね、だから手軽で、そう、そこがパチンコと大きく違うのが一つ、うん、あともう一つあるのは、うん、パチンコのやっぱパイが一番でかいから、ね、競馬より競輪よりオートより何よりだから、あの食い代が取りはぐ取り代があるんですよ、うん、その少ない方からしたら、ね、ボートにしてみたらパチンコの客引っ張れるんですよ、うん、パチンコの人気演者さんが出てで、まあ、みんな博打好きだからボートもやってるしとか、パチンコでこの演者さんが好きでボート面白いですよって言われたら、あ、じゃあボートやってみようかなってなって、うん、それはボート側に、船舶振興会に利する動きになるんだけど、うん、パチンコは一番でかいパイだから、うん、じゃあ例えばだから競馬の一番有名な競馬ライターの人が、うん、ゲンさんめっちゃおもろいなみたいな93% 最高みたいな言っても食らせんやん、ね、まあ、ないですよね、っていうその構造的な問題が一つあるんですよ、一、うん、個はな。そうだからね、多分その公営ギャンブルの世界とパチンコの世界と比べた時に、うん、多分マニアックの度合いが、うんうんうん、公営ギャンブルの方が入れ込んだ時はガーってなるから、うんうんうん、パチンコってふんわり遊んでる人が多いじゃないですか。そうそうそう、だから今パチンコってパイ一番でかいって言ったけど、うん、めっちゃハードコアにパチンコやってる人から、うん、まあ、月に1回ぐらい適当にまあなんか行ってある台打ってるみたいな人もパチンコファンだし、パチンコ遊戯人口の中の一人なんだけど、そういうのはあるよね。そうだから、ライトな人はじゃあ面白そうってなったらやっぱこうね、移り気なわけだからさ、そうそうそう、それはまあ持ってきやすいよね、うん、面白い方に流れるのはこれ世の断りですから、当たり前だから話だ、まあ、だからあのパチンコライターさんをこう公営競技の皆さんがね、うん、あ、お客さん連れて来るかもっていうことでこう、うんうん、うまく起用したのはそこは、ね、まあね、やっぱそうそう見る目があったっていうことで、まあ、そこで風穴開けたのウイチやろって。そうですね、まあ、あいつも好きでやっとって、まあ、そう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 、トラック好きなんだ、金のやっぱりやり取りが大好きな人だから、うん、ね、ほんとほんと、 そこら辺が、まあ、我々とちょっと違うっちゃ違いますね。確かに違ったって。しかもウイチさんもともと知ってた人だけじゃなくて、もともとボートでやってた人からも支持を得られてるわけだから、うん、やっぱそれは上手っていうかね、それは積もったわけですよ、うん、そうそうそう、その楽しみ方っていうのがやっぱりみんなに共感を得られるものだから、確かにそういうことやろ、うん、まあまあそれはね成功するでしょうねっていう話ですよね、うん、そうなんですよ。ただ逆に言うと、そのパチンコ人口の中のパチンコハードコアな人で、うん、まあずっと演者を見てた人とかは、うん、なんか裏切られたような気持ちになるのも、これまた多分ちょっと人間心理としてはあると思うんですよ。未だやっぱりそういう意見あるからね、金になびきやがってよって、うん、まあ、言われる、見限ったみたいな、うん、で俺らとしてはその気持ちも分かるんですよ、うん、そうだね、まあ、その好きで見ててパチンコ一緒に好きだと思ってたのが、もうあっさりボート行ってもう楽しいみたいになってたら、なんだってなるのは、うん、それは気持ちは分かるよ、分かるけど、俺らやっぱ演者の人たちはみんな同業の仲間でもあるし、その仲間だからかばうわけじゃないよ、うん、あのね、やっぱその人らもね食うていかないけんの、うん、パチンコでお金がまんまもらえなくなってボートでお金もらえますってなったら、そらね、なんでパチンコミサを立てて飢え死にせないけんのやって、そうなりますもんね。だから我々ね、なんとなく仕事があの波風なく合ってるから、スカパのおかげやな。そうなんですよ、だからそのお金がない、仕事がない、どうしよう、おうおう、で、いや、もう自分はパチンコに店を建てたいけど、おうおう、仕事を稼がなきゃいけないみたいな風にならなかったから、おうおう、結果的には今の状況のままずっと来てるってことなんですよね。そうだね、確かにね、そうそう、そう、女子ライターなんかさ、やっぱお仕事が全然ない、いや、だからそれはもうイベントの規制がでかいですよ、うん、イベントパチンコ屋さんに行って日銭もらえてたのが全くなくなっちゃった、じゃあどうすんのってなった時に、ボートを来てもらえれば、うん、初心者でも全然大丈夫なんでって言われたらな、うん、じゃあやってみようかしらってなるじゃんね。そういうことで、可愛かったら当然人気も出るしさ、そう、うん、そのやっぱやったらそれはね、お金がやり取りして当たったら嬉しい、うん、楽しい、そうそうそう、それはなるわけだから、うん、まあまあそ分かるし、うん、まあでもね、やっぱお客さんの取り合いっていうことにどうしてもなってしまうんで、うんうんうん、ね、どっちかにお金を使ったらどっちかは少なくなる、確かにね、うん、ことがなっちゃうから、うまく両立って言うとやっぱ競合の方になっちゃうっていう、ね、そうだよね。だからパチンコ屋さんのそのまあ偉い人の中には、もうボートに行った演者なんか二度と使わねえからなって言うておられたのを俺はこの目で、うん、見てるし聞いてるケースもあるし、それは気持ち的にはまあ理解できるよね、うん、と思いきや、例えば大手のメディア、うん、DMM さんもジャンバレさんもそうですけど、うんうんうん、パチンコでわーってやっときパチンコの仕事が減ったら今度ボートの方で ね、 そうだね、どんどんやってるわけじゃないですか、うんうんうん、
やっぱビジネスとして、ね、いやこれ経済の話だからね。でお金があるところ盛り上がってるところがねでかい顔するのはまあ当たり前の話ですから、ね、そういうことなんですよね、うん、まあいいも悪いもないそうそういいも悪いもないんですこういうになっちゃってるし それに対してね賛同する、うん、いや俺は嫌いだいろいろ意見あると思うけど、うん、まあまあ今の形で成り立って誰もまあ基本損はしてないわけなんで確かにね、うん、まあ良かれじゃないんですか、うん、と思うしかないんですよ、うんうんうん、そうだから我々はまあ失敗しましたねいや本当軽くあるんですけど、うん大失敗したいやでもさこうやってわーってアピールしててよ、うん、どうですかみたいな、うん、どうすんの行ってみちょ君が先行ってみて多分ハマんないよ俺あそうなんですかいやレースも俺競馬の良さとか面白さも全く分かんないし、うん、チャリンコもやったことあるけど、うんまあよくわかんないいやなんかねやっぱりその自分に最終決定権がないのが嫌なんですよ、うんうん、だから走る人を応援するしかないそうそうあのねそれね琵琶湖さんも同じこと言ってた結局馬でも船でも何でも人がやんのに乗っかってこの人が一番になる予測するあの博打だからそうそうパチンコもスロットもねあと麻雀も自分でこうそうで手作りも自分だしそこなんですよねそうだからまあその予想するとこが自分でやるとこじゃんってその通りなんだけど、うん、最終的にはもう走ってる人お願いしますってそういや頼むってねそこが多分 ね徹底的に僕はあの合わないところなんですよ、ね、いや俺もそう思うんですよ、うん、あとはあの勇気っていうか結果的に行ける時に大きく張ってみたいな、うん、そういう張り額を変えていって、はいはいはい面白く遊ぶもんじゃんカジノもそうじゃんそう、うん、だからこうパチンコでもするって20円なら20円ずっと4円なら4円ずっとレート変わらないだからとにかく粘ってるかどうかの差になってくるけどあなるほどなそう、うん、カジノもそうだし、うん、公園なんかもここで勝負だって確かに確かに、うん、いきなり追わなきゃいけなくなるのはちょっと怖いみたいな、うん、パチンコはその押し引きないもんねないもうひたすらやってるだけやってるだけなんですうん、まあアマデジからマックスいくかみたいなぐらいのことしかないもん、ね、だから例えばパチンコでねこうハマって、うん、そろそろってそこでレートが余韻にペッと切り替えられるシステムみたいなおうおうおうあったらその公営的な多分盛り上がりになるんだけどおうおうおうもう1円ならずっと1円で確かに確かにっていうなっちゃうわけだからねなるほどね、うんまあ、そういうことですよそうなんです ねだから複雑な気持ちはあるけど、うん、しょうがないかなって思ってるのがまあ本音かなそうですね、うん、でまあ強引に言うとエンターテインメントであり賭博性のあるゲームの世界なんで同じくくりっていう考え方もできなくはないんででもやっぱ似て非なるものいや似て非なるものですよだ業界として全く違う業界だからさ確かに確かにそうそこのそのお金の綱引きっていう考えたらそれは別のね競合なわけだけども俺はだってやっぱ合法か非合法か要はからむにゃむにゃみたいなのが好きなのまあその通りですね、うん、ライターも結局ねバーッと伸びてる時っていろんな人が入ってきて、うん、いろんな人がいろんな仕事パチンコ仕事つけたわけだけど、うんうん、なくなっちゃっても結局ね何か他のことを探さなきゃいけない、うんうんうん、そういうのの一環としてボットライターになった同じようなものなんでそういうことだと思いますよ分かりました、はい、今回は、大崎さんと一緒にフラワイドショーをお届けしましたが、はい、大崎さん、はいコメンテーターなんですよ。末尾くん、協力が流行らそうとしてね、全くあかんかったやつな。なんか人格否定されとるぞ。まあニコニコして、ニコニコしていいやつっぽいじゃないですか。いいやつですか、うん、そして、仏像、シャカラッシュな。シャカラッシュ。で、アタック藤丸な。アタック藤丸。そう、いつの間にアタックがなくなった藤丸くんね。目文字がなくなってますから。ああ、うん。今ただの藤丸くんになっちゃってます。よし、はいね、ということで、ちょっと大崎さんに助太刀していただいて、うん、助かった、ボートとライターの回でした。今回この辺で失礼します。ありがとうございました。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。面白かったらいいねボタンもお願いします。社員一同の命運がかかっております。ぜひまた見てください。